ねえ、どこで間違えたのかな。こうなる覚悟はしてたつもりだったけど、ねえ、お願い、お願いだから助けて。数ヶ月前、神の呪いが私たちの世界を一夜にして滅ぼした。落とされた大地の中で人間に何ができるだろう。それでも生きたいと思う私たちの願いを教会の魔女狩りが全て奪っていった。取り戻さなければ、バラバラになった人々の心を再び一つにまとめる杖の力を。教会に抗う少女がいた。希望を説いて回る少女がいた。人々を信じ続けた少女がいた。一つ一つは小さな光でも、小さな光が集まるとき、それは世界を超える輝きになる。強く儚い私たちの光が今、世界を照らし始めた。一瞬の閃光のように。呪われた大地が元に戻っていく。これが杖を継承した君の力。まだ信じられないかもしれないけど、君にはこの呪われた世界を救う力があるの。まさか清掃教会の魔女狩りがこんなところにまで。襲ってくる敵は私が倒すから、その間に君は戦いの準備をお願い。清掃教会の騎士は手強い相手よ。モニカは少し気弱。戦い準備できたね。頑張ります。決めるよ。皆さんのおか、あとは私にお任せを。生きて、一度ならず二度までも命を救っていただき、あの時と同じで、いつだって私のことを助けてくださるのですね。漁師様、やはりあなたは私が仕えるべきただ一人のお方です。世界が呪いに侵されているのに、清掃教会はどうして魔女狩りなんて。魔女を殺せば呪いも消えるというのが、まっとも。奴らは呪いを広げたがっているようにも見えるが。新手が来た。アイリス、立てる？当然だ。漁師様は今のこの世界に最も必要なお方、貴様ら教会の犬ごときに奪わせはしない。アイリスの言う通りだね。アイリスはお任せください。さあ行こう。誰も傷つけさせない。この一撃で決めるよ。勝ちました。このまま死ねたらと。ロザリー様、ご無事で何よりです。うむ、世話をかけたの。まさか清掃教会がこんなところまで来るとは。それにしても急に呪いが消えたと思ったら。そうか、お主が杖の継承者となったか。この杖を知ってるの？少しじゃがな。もう随分昔のことになるが。この気配、魔物が集まってきてる。もしかして杖の力に反応して。慌てるでない。落ち着いて対処すれば、呪いの獣なんぞに遅れを取ることはないじゃろう。ロザリーの言う通りだね。ロザリーは自分を準備できたね。頑張ります。この一撃で
大魔女の本気、とくと見よ。うん、わしもまだまだいけるじゃろ。なんとか勝てたけど。待つのじゃ。せいてはことを子孫じる。うん、杖の力にもなれ、強化したいものの姿をさあ、願いよ。すごい、これでバッチリだね。ここから先はより強力な敵が出てくるはず。領主様、ここは私がこの一撃で。狙った獲物は逃がさないっつた。うん、大魔女の本気、とくと見よ。決めるよ。侍女の出番ですね。皆さんのおかげで。この先から強大な力を感じる。呪いを放ったクリファの魔女だろう。だがあの町を見ろ。呪いに侵され近づくこともできない。このままでは国が滅ぶ。その前に誰かが止めなければならないんだ。あれがクリファの魔女の呪い。こんなに恐ろしい力だなんて。待て、今のわしらならあの町を助けられるかもしれん。え、杖には呪われた大地を元に戻す力がある。ならば呪いによって壊された町も元に戻せるかもしれん。もちろん簡単なことではない。じゃがお主なら、あるいは。お願い、君の力でみんなを助けてあげて。すごい、本当に呪われた町が元に戻るなんて。蘇らせる町の姿を思い描くのじゃ。ここまで杖の力を。この先にもどんなに辛くとも帰る場所があるだけで人は頑張れるものじゃからの。誰も傷つけさせない。この一撃で。大魔女の本気、とくと見よ。ありがとう、みんなの勝利だね。頑張ります。この一撃で決めるよ。
みんなのために大魔女の本気、とくと見よ。次女の出番ですね。わしもまだまだいけるじゃろ。今の敵は何だったのでしょう、まるで私たちと同じ人間のようで、なのにどこか違うような。あれは心の影じゃ。絶望した心から溢れた負の感情が影となって暴走しておる。それもまた、私何も悪いことしてないのに、魔女だから。え、今の声はどこから。魔女の力は心の力。ノロクリファの。君の力でみんなの過去の記憶が見られるようになったよ。もう、世界は滅んだ。地獄の豪華に焼き尽くされた国、外傷に蝕まれた国、生命の木に浄化された、魔女狩りが優しい。でもどんなに辛いことがあっても、それじゃあ先に進もう。クリファの魔女がいる場所まであと少しだよ。仕方ないの。この一撃で大魔女の本気、とくと見よ。決めるよ。次女の出番ですね。皆さんのおかげで勝てましたよ。仕方ないの。この一撃で決めるよ。大魔女の本気、とくと見よ。次女の出番ですね。わしもまだ。ないの。この一撃で大魔女の本気、とくと見よ。次女の出番ですね。ありがとう、みんなの勝。クリファの魔女を止められたけど、あんな小さな子だったなんて。元は普通の優しい子じゃったのじゃろ。しかし何者かに心の弱さを利用され暴走してしまったようじゃ。そんな、誰がそんなことを。
確かなことは分からぬ。いずれにせよ杖の力で元に戻せたようじゃな。じきに目を覚ますじゃろう。他の国にも同じように暴走させられたクリファの魔女がいるのでしょうか。そうじゃろう。世界に10人おるクリファの魔女、おそらくは全員が何者かに暴走させられておる。それが世界中に広がる銃の呪いとなっておるのじゃ。うん、体が、お主どうしたのじゃ。全身が痛い。もしかして呪いは消したんじゃなくて私の、うん、大丈夫、何でもないよ。ちょっと疲れただけだから。それよりこの先も操られているクリファの魔女を助けていけば世界は救われるんだよね。じゃあ早く行かなきゃ。私たちに立ち止まってる暇なんてないんだから。それじゃあ行こうか。次の国は森林国家ブルク公国。全てを拒む氷の呪いに覆われた国だよ。ガチャが解放されたみたいだね。早速試してみよう。天国への道は一日にしてならず、今日も頑張らなくっちゃ。ん？君のためにも少しだけ。何かお困りですか？うん、私にで、うん、新しい仲間と出会えたみたいだね。一度領主館に戻ろうか。受け取れるミッション報酬がこんなに達成してるなんて。次のミッションはこれだよ。早速クリアしに。仕方ないの、この一撃で。天の恵みは大魔女の本気、とくと見よ。侍女の出番ですね。わしもまだまだいけるじゃろ。
ありがとう。お相手します。天の恵みを、この一撃で、みんなのために決めるよ。大魔女の本気、解くと見よ。ありがとう。誰も傷つけさせない。この一撃で狙った獲物は逃がさない。この剣を制す。大魔女の本決めるよ。解くと見よ。死者の出番ですね。この一撃で、わしもまだまだいけるじゃろ。いらんものは、わかんない。